コレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラ。どうもこんばんは、チョコレートプラネットの5分ラジオ、チョコプラのラの時間でございます、はい、始まりました。第1回放送でございますけれどもね、はい、もうまあね、もうまあね、まあラジオやりたいなと言いつつも、うん、まあなかなかね、こうやらせてもらえないんで、はい、ちょっとこういうとこからやっていこうということですけれども、はい、まあ、企画も何も決まってないですからね、はい、ただ5分、まあ、5分なんで、もうあっという間に終わってしまいますけれども、どうですかね最近。やっぱりもう最近はもうすごいっすよすごいすごい、もう1回目で終わる勢いですけれども、うん、もうでも本当に今何にも考えないで始めちゃってるから、本当に何にもね、本当に何も考えないで始めちゃったんで、うん、もう今だから、まあ、逆にどうですか、皆さんにこういう企画やってほしいみたいな あればどん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 募集しますので。そうですね、送ってください。もうどこに送るかもお任せします。そうだから、とにかく何かしらの手だてを使って、何かしらの手だてを使って送ってほしい、うん、で今5分のタイマーやってたんですけど、それも消えちゃったからもう分かんなくなっちゃって、うん、でも今もうあともうあともう本当にもうあと3分40秒。ああ、やばい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 。もうだから何してほしいか、なんか質問とかでもいいですし。そうですね、質問のコーナー、まあ何ですか、ラジオのコーナーであるのは。なんかよく聞いてた、ラジオっ子でしょ、だってもうラジオ聞いてました昔、うんうんうん、なんかその有名人の感じをなんかこうパロディにした感じとか、なんか深田恭子さんの、はい、ラジオのコーナーがこんなコーナーだったら嫌だみたいな、とかそういうのだったり、ちょっとはがき職人が来るような感じもしたいよね。だからこの前爆笑問題さんのラジオ出させてもらった時は、なんか各々のベスト3みたいなやりましたもんね。あったあった。だからそういうなんか目玉となるようなコーナーをちょっと募集しましょうよ。うん、もうどこに送るかも各々考えてください。それはだからもうこれを聞いてどっかから、うん、そうです、送る、うん、YouTube コメントできませんからね、うん、俺らのそれはもう批判とか一切受け付けたくないから、うん、本当に嫌なんです、あれ本当に嫌なんですよ。そうマジで批判見るな見るなと思う、うん、本当に意味が分からないです、うん、何なんですかね本当に。こっちね本当に、いやテレビに文句言う人の意味が分からないですけど、うん、いやだってタダで見てるわけでしょ。そうよ、でタダで見てるもんに文句、意味が分からない。例えばフリーペーパーあるじゃないですか、うん、ね、うん、フリーペーパーになんか面白くない記事載ってたら、うん、いや何この面白くない記事って言って、うん、送ります、なんかリクルートとかに苦情します。だからもうその時点でお金かかっちゃってるからね。そうでしょ、だからもうおかしいやん。もう意見をするなと思う俺は、ね、なんでこうするできないのかなっていう、だからもう俺らはもう一切コメント受け付けてません、うん、ね、そういうのだからもう各々で考えてください。そのだから、まあ、一応ありますから、いろいろね、そのコンタクト取れる方法とかもいろいろありますんで、その本社に手紙とかも、うん、それはまあ、一番いいのは直接僕らの劇場に来て直接あのハガキを僕らに渡してくれるのが一番。いやそれも確実、それはもうハガキしか受け取りません、受け取りませんはがきだけです。はがきだけですね、それは。やっぱその熱意。うんうん、まあね。そう。うん。はがきでこれ、うん、書いてきました。うん。やっぱ疑似とはいえ、やっぱもうラジオとしてやってるんで、そう、俺は。そこの定義を崩したくないですから。そう。うん。それ絶対はがきにしてください。あとはもうはがきか、うん、その、メールっぽく、うん、メールをプリントアウトしたっぽくした紙を持ってきてくれたら OK、ね。ファックスでね。そう。メールをプリントアウトして、それを一回ファックスにして、渡してもらえれば、うん、ちょっと読みづらいぐらいの感じにして、ね、渡してくれたらもう。そう、OK でございます。そう。はい。だこれによって、うん、なんか来るか来ないかで、はい、コーナーができる、ね、できない。できる、できないです。そしてこのラジオが続くかないか。はい、なりますんでね。もう今この時点だとすごく怪しい感じがする。もう終わりそうな。まあでもありがたいことで YouTube の再生回数もね、登録者も増えてきてるんで、今もう1万超えたんでね。ああ、うん、じゃあもういやいやいやいいと思います。だからハガキが1万人ぐらい見てるんじゃないの？だから絶対に。まあね。うん。
だそれもいつも来ないっていうのも寂しいよ。うん、そうね。ほんともうおしまいよ。もうだからあと8秒しかないから。あ、じゃあもうおしまい。もう本当に、だからもう本当におしまいです、うん、おしまいでございます。せや、またさよなら。